村ファームの木村 P でございます。今日はですね、地元の移動販売のたこ焼き屋さん、たこ焼きサンタを紹介したいと思います。まずはですね、この動画をどうぞ。おっちゃんもじょうちゃんもさあいらっしゃい。ふっくら揚げたたこ焼きにちょっぴり辛いタレかけて、味は自慢のたこ焼きサンタ、さあ熱々が食べ頃ですよ。はい、やばいでしょこの洗脳ソングね。このね、素晴らしい楽曲を流しながら、私の地元千葉県の銚子市と、旭市をメインにね、なんか同じ車が2台あるって言ってましたけど、その2台でね、このたこ焼きを売りながらこの車が走っています。でね、泊まる場所なんですけど、結構広めの広場とかに、一時的に泊まって販売もしてくれるんですけど、例えば走ってるこのたこ焼きサンタの車を見つけて、すいませんって言って手を挙げるとタクシーみたいに泊まって販売もしてくれるんですよね。なので、曲が聞こえたら僕なんかもうすぐ走ってって、たこ焼きサンタ、たこ焼きサンタどこだ、今どこにいるんだって言って、もうたこ焼きサンタのこの曲を聴きながら車を追いかけてたこ焼きを買いに行きますね。それとね、肝心の味なんですけど、これがまた美味しいんですよ。さっきのね、曲の中にもあったと思うんですけど、まあ味としては甘くてね、ちょっぴり辛いこのタレ、これがねたこ焼きとすごい合ってですね、またあのたこ焼きの生地が普通のたこ焼きとちょっと違うんですよね。なんかお好み焼きの生地みたいな感じのたこ焼きで、ちょっと甘みがあって、すごく美味しいんですよね。で、あと形も丸ではなくて、例えるならパックマン、ゲームのパックマンに出てくる敵、この敵、こいつみたいな形をしてるんですよね。でそれがもう結構大きめなんで、食べ応え、一つの食べ応えがすごい十分なんですけど、ただね、ここね、たこ焼き8個入りが400円というなかなか安い値段で売ってるんですけど、8個入りって書いてあっても必ず1個か2個おまけしてくれるんで、実質10個入りとか9個入りになっちゃうんですよね。それで400円っていうお値段で売ってくれるん でさらにそれだけじゃなくて、たこ焼き買った人には必ずなんかよく皆さんが絶対1回は食べたことがある変な牛乳の飴、牛のマークのあれを必ず 2,3 個袋の中にポイって入れてくれてめちゃくちゃサービスもいいんですよね。またね、そのたこ焼きを作ってるおじさんがね、また雰囲気がいいんですよ。で今回ね、ちょっとたこ焼きサンタの車がいた時に、一曲ちょっと撮らせてもらっていいですかっていうことでお願いしたんですよね。そしたら、ああいいよっていう感じで、すげえ気さくに言ってくれて、でしかも一曲丸々終わるまでちゃんとその場で、もう僕以外お客さんいなかったのに待っててくれて、で僕が撮り終わったと同時にじゃあって言って、その場から颯爽と立ち去っていったんですけどね。いや、おじさんいいっすよね、いい感じですよ本当に。あと忘れちゃいけないのが味噌おでんなんですよ。なぜかたこ焼き屋さんなのに味噌おでんも売ってるんですけど、こんにゃくのね、こんにゃくにその、まあ、やっぱり甘辛い味噌だれがついてるんですけど、それがまた美味しいんですよね。
で、その味噌おでんもやっぱり同じく、8本入りが、400円なんですけど、これも味噌おでんに関してはなんかもう1個や2個じゃなくて、なんかもうねガザってすごい手に取って、なんか大量におまけゴーンって入れてくれるんですよね。なんで8本頼んだはずがなんか12本とか13本入ってたりとかして、あの結構驚きのサービスがそこでもあります。まあ、そんなたこ焼きサンタさんなんですけど、なんか最近ねこのコロナの影響で、曲を聴かなくなったのがねちょっと寂しいなと思ってるんですけどね、ぜひ復活してほしいなと思ってます。多分これがね収まったらまたね走ってくれるんじゃないかなと思います。いやーでもねたこ焼きサンタのね話したらね本当に食べたくなっちゃいましたね。いやね本当に美味しいたこ焼きなんで、もしね銚子とか朝日以外にお住まいの方で気になる方がいたらね、たこ焼きサンタがもし走っていたら気軽にね声をかけてみてください。泊まれる場所だったらね泊まって販売してくれるんで、ぜひ食べてみてください。というわけで今日は地元のねちょっと変わったたこ焼き屋さんたこ焼きサンタをご紹介いたしました。それではまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。